今日からこちらのカープナンバーの交付が始まるということで、こちらでは担当者の皆さんがユニフォームを着用して準備をされています。そしてこちらなんですが、このように広い屋外での特設会場も設けられています。カープナンバーを手にするため朝一番で訪れた人は、楽しみにしてたんだよ。2018年に福山ナンバーでカープナンバーが始まったでしょ、はい、でそれからもうずっと待ってたんですよ。ナンバーってこだわりありますか？3番です。お喜びでファンだったんで、はい、ご当地ナンバープレートとして今日から新たに導入される全国10カ所のうち、カープの広島ナンバーはこれまでに最も多いおよそ1800件の申し込みがあり、交付初日から次々と取り付けに訪れていました。もう涙こらえるがちょっと本当に嬉しくて、この車を潰れるまで登るかと思ってます。広島運輸支局ではご当地ナンバープレートとして全国一の規模となる4万枚の交付を目指しているということです。